はい、白樺湖ロイヤルヒルでおよそ2時間弱遊ばせてもらいました。4月4日から10日まで期間延長ということで、1日券が2500円、もう1日券しかないですけど、半日っていうのはなくて1日券2500円で、まあ、およそ10本くらいリフト乗ったかと思います。で、雪がですね、今まで抱いていたロイヤルヒルのイメージではなくて、かなりいい雪でしたね。芯は硬いから、表面がザクザクしても、いわゆる砂漠っていうか、ズボズボ潜っちゃう感じではなくて、アルペンボーダーもいましたが、結構溝を掘ってましたけど、そんなに深い溝にはならずに。でもやっぱテレマークで滑ろうとすると、内足外位置が引っかかっちゃってうまく滑れない感じではありました。で、これ脇雪は残ってますが、登ってくる最中ずっと路面見えてドライな路面だったんで、まあ、俗に言うノーマルタイヤでも OK という状態です。で、ここから立て砂町、一瞬立て砂町みたいな感じです。どこだろう、白樺湖のローソンとか、あそこら辺が境界線だったのかな。もうちょっと行った、廃棄ホテルあたりが境界だったっけな。はい、県道40号ですね、ここは。ビーナスラインに出ました。ハイシーズンだとここ白樺林の左右で、ここら辺ちょっと凍結っていうか圧雪かなり残ってるところなんですが、今はもう左右、少し残雪あるけどほとんど溶けちゃってますね。はい、白樺リゾートスキー場というのか、ゆるゆるの丘スキー場というのかのゲレンデサイトで、これ突き当たりが信号で左折します。右折すると白樺高原国際スキー場へ行けます。赤信号ですね。白樺ツインワン、旗がまだ立ってますが、一応ゴールデンウィークまでやるということで頑張ってます。はい、白樺リゾートホテルの坂、今建て替え工事中です。今日クレーンが 3台と杭打ち機が1台、バックホーが見えるだけで4台、大きな工事です。この車は観光客の車、従業員の従業員もないってこともないよね。で、正面が、廃墟ホテル、ホテル三千の取り壊し現場です。撤去だね。道路から見える建物の解体がやっと手がついた感じです。この後ろに2棟あって、それは冬の間ずっと壊してました。ああ、見える見える。ちょっとこれ止まって写真撮ったんですよ。